何度も言いますが、そういう自分が変化するための基盤としてをの潜在的なものを持っている、その基盤として単ということを飛躍的に捉えて、それを消化器に当てているわけです。なんとなくですから、内臓力といった場合はどうしても丹田の世界、そして道教の世界は無視できないわけです。すべてはそうですね。丹田なんて言いますか、全部ですよ、はい、遠征なんて全部で、何度も言いますが、この精神の果て、いわゆる練成の鍛錬の結果、鍛を練った結果、抽出された水銀を摂取して、これは戦薬として不老長寿を願って、飲みにつつも知らずに死んでったっていうことがたくさんありますよというお話ですし、笑えるような話ですが、我々は日本人として最も尊敬すべきこう仏教行者とするならば、いろいろいますが、最著名なのは空海でしょう。般若心経含めた、はい、空海ですら、はい、水銀愛飲者でした。で、死因も水銀中毒です。これがまた、このつながりを覚えていただきたい、はい、その象徴としての、はい、臓器丹田がありましたよということです。この辺も知っていただきたい。